気質によって字形も変わってきますので、突っ込んで持ってくると、線が全体の他の字のバランスも考えてる。隷書はいつも言ってることなんですが、この気質ですね、隷書に関与がそうなんですが、気質によって字形も変わってきますので、くっとこう入れて持ってきた場合とだいぶ印象が違います。突っ込んで持ってくると線が強くなりますね。強い印象になります。そこら辺も、どっちがいいとか悪いんじゃなくて一貫性を持って書くということですね。それとこの無という字、この点4つですね、これは劣化っていうんですが、ここをこうくっつけて火にしてもいいです。ですのでこう書いてもいいです。これは行書とか楷書でもこれを使ってもいいと思います。その時の、バランスを全体の他の字のバランスも考えてですけど、こういう書きにしてもいいです、ね。そうするとちょっとこう雰囲気も変わってくるかなと思いますね。